友達 TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、9月10日第95回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は友達 TV からお届けしています。それでは早速武田邦彦先生をご紹介いたします。先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今回は収録の時期の関係で最新の時事問題は扱っておりませんが、ご了承いただければと思います。代わりにここで整理しておいた方がいいことですとか、今まで持ち越しになっていた皆様からのご質問を中心にお送りしたいと思います。それではまずはじめに、基本的な概念を抑えておきたいということで、こちらの話題からです。はい、外国と日本の民主主義の違いということです。民主主義といえば欧米というイメージを学校で持たされてきた感があります。日本の民主主義といえば自由民権運動や大正デモクラシーなども習いますが、軍国主義が敗戦によって崩れ、アメリカによって自由と民主主義がもたらされたような印象を持っている人も少なくないのではないかと思います。民主主義とは何なのか、中国や北朝鮮などの共産国でも自分たちを民主主義だと自称している場合があります。この機会ですので、日本と外国の民主主義の違いと、今回のコロナ騒動などによって各国の民主主義はどんな影響を受けたのかなどについてお話しいただければと思います。そうですね、はい、まあ民主主義というのは、まあ、そこに言っているように、共産党でももちろん朝鮮人民民主共和国と、まあ、例えば北朝鮮、そう言いますよね。でそれはそうかといったら その通りであって、まあ、概念としては民主一般国民のための国、じゃあ一般国民のためではない国っていうのはあったかっていうと、実は日本以外の国ですね、世界はですね、実は世界とここ外国ってなってますけど、外国っていうのは日本と日本以外の国は中国からヨーロッパまで、中国、中央アジア、中東、ヨーロッパ、これがユーラシア大陸のちょうど温帯地区にあった、まあ、温帯から亜寒帯にあった国ですね。でそこはやっぱり国になってたわけですね。でそれの上部っていうのはロシアはキエフにありましたから、今のウクライナにあったわけですが、それから上の国、北の方の国っていうのはまだ原始的で、これでまあステップっていうか草原でね、そこに馬をやったその移動する民族がいたと、まあ、いうことで、これは違うわけですね。まあ、その意味では、まあ、強いて言えば日本とインド、これがまあその地域には入らない国で、あとは全部中国、中央アジア、中東、ヨーロッパっていうのが同じような国だったわけですね。ですから世界のシステムっていうのは日本とインド以外は大体そこですね。それからアメリカはもちろん最近の国ですからヨーロッパの文化、それから南アメリカは全部一回殺されてできたから、またこれ違うんですね。アフリカはまあ国になってなかったんです。部族の社会ですね。ですからまあこういった時に外国と日本って言った時にはですね、普通日本と中国、ヨーロッパを合わさった国ですね。これはまあ有名な歴史家がいっぱい言ってますのであれなんですが、中国とヨーロッパの決まりはですね、結局北方に凶暴な民族がいたり東側にいたりしてですね、それでそこからの侵入がなかなか大変な問題だったわけですね。それで国っていうのはなかったんです。だから民主主義ってなかったんですね。ここなんか土地にですよ、土地に殿様とその軍隊が来て、それでこの民衆を支配するっていう形ですね。ですから王国ですよ。で王国っていうのがまあローマ、まあ、ギリシャの時からそうですけども、ギリシャの、まあ、ポリスね、それからローマの王国、それからまああとは今度はフランスにブルボン、まあ、ちょっと時代がすごく変わりますけども、ブルボン王朝とか、それからオーストリアとスペインにハプスブルク家と、これ王様が治めるわけですね。一番分かりやすいのは、例えばオーストリアっていうのは随分内陸の国ですね。スペインっていうのはまあこうイベリア半島だけども、そこは同じ王様なんですね。だからその国があって、国をある人が治めるんじゃなくて、土地があってそこに王様がいるっていうのが日本以外の国でした。ですから例えば中国ですと関東草原民進というのは全部王朝ですね。国の名前じゃないんですね。じゃあ国の名前であるのと王朝で何が違うかっていうと、
国ではありませんから、例えば関東総って言ったら東の次が総ですね、総って国です。これは王朝が違う、国が違うので、東の軍隊は全部なくなって総の軍隊になるわけですね。でだから軍隊も王様も全部つながりがないんですね。ですから日本とは全然違う。日本の場合はですね、まあちょっと皆さんここで最初からこんなこと言うと皆さんちょっと武田頭変になったんじゃないかと思うんですけど、僕の歴史の考え方ですけど、日本が一番2000年前に日本だけが最初に民主主義作っちゃったんですね。それでつまり日本列島は日本人のものだっていうふうにしたんですよね。で普通はそうじゃない、普通そうじゃないんですよ実は。例えば、オーストリアはオーストラリア人のものじゃないんですよ。あれもともとドイツ人なんだ、おまけに。オーストリア人ってのはいないんだ。オーストリアという国もないんですよ。であの地域に、オーストリアの地域にドイツ人が主に住んでいると、こういう状態ですね。そこにどこからかハプスブルー家が来てそれを支配するって、でハプスブルー家が滅んだら別のものが来るって、こういう感じなんですね。だからそのオーストリアという地域に住んでる人のための国なんていうのはないんですよ。200年前までなかったんですね。で日本だけだったんですよ。日本人はそれを全く自分たちの国だから意識してませんね。だけどなんか多分紀元300年か200年ぐらいだと思うんですよ。そのものすごく日本に偉い人がいて、どうも日本列島は日本人のもんだと気がついたわけですよ。だから日本人が日本の国を作ると、そうするとやっぱりトップが必要だから、まあ、天皇陛下だねと、こうなって、まあ、天皇陛下を決めたわけですね。で天皇陛下を一人だけ決めなきゃいけないと思ったわけですよ。これも素晴らしくてね、天皇陛下が集団だと力持っちゃって、天皇陛下が今度は国民を支配するってなっちゃうから、それまずいと。そこで天皇陛下一人だけにしとこうって言うんで、天皇陛下一人だけにしたんですよ。普通はねそうじゃないんで、これもちょっと間違うんですけど、ハプスブルク家っていうのが例えばオーストラリアにある時、ハプスブルクの一族っていうのがいて、それがものすごくでかい集団で、あそこの長官もそうだ、こっちの地方官もそうだってこうなってるわけで、それが支配するんだけど、その人たちは同じ血筋なんですね。ところが日本の場合は天皇陛下お一人だけにしたんですよ。これがまた不思議でね。それでお一人だけにするためには2つ仕組みが必要だったんですね。一つが天皇陛下だけが神様とつながってる、神武天皇の五代下が、あ違う違う、天照大神の五代下が神武天皇だとしたとね。そうするとこれちょっと神様だからなと、こうなったと。だから日本人が天皇陛下を神様なんて思ったことはないんです、ね、それは人間に決まってるんですよ。飯を食わなきゃね餓死するし、結婚しなきゃ子供生まれないんだから、これはまあ天皇が人間になること分かってるんだけど、建前として天皇陛下だけが人間だとしたの。そうすると血筋を守っとかなきゃいけないんで、男系男子相続にしたわけです。女系を入れるとそこで血が止まっちゃうので、せっかくあの神様があってやつ、もう一個神様を作って天照大神でつなげないから、今度別の血でつなげなきゃいけないから大変だったわけですね。それであの天照大神の子孫が神武天皇で五代跡、それで神武天皇から男系男子相続でずっと行くと、そうすると現代の令和の天皇まで天照大神の遺伝子のもんだから、だからこれね一人になっちゃったわけですね。それであと国民とこうなって、いわゆる中国とかヨーロッパでいう貴族っていう人たちは、日本では国民よりか下に位置づけられたんですよね。国民、それから天皇、それで国民、天皇から任命された人、だから天皇から任命された太政大臣とか征夷大将軍っていうのは、国民は天皇から任命されたんじゃないんですよ。天皇の赤子、赤子っていう子供なんですね。子供だけど他の人は子供じゃなくて命令された他人なんですよ。そうするとやっぱりね、偉い、すごく偉い人のお子さんと偉い人の召使い、どっちが上かっていうと、これちょっと召使いの方が下感じしません？例えば立派な家があって、そこに子供がいると、そこに召使いを見ると、
それ質会はその子供に対して敬語を使うわけですよ。そういう関係になるんですね。これをね使ったっていうのがもう本当に奇跡的ですね。それだから僕はいつも言ってるように豊臣秀吉と徳川家康が、豊臣秀吉は秀頼と徳川家康が大阪の陣で戦って、豊臣家は滅ぼされちゃいますね。滅ぼされても奴隷と、大阪の人を奴隷として連れていけないんですよ。なんでかって言ったら大阪の人は天皇の席子、子供だから、天皇の子供を天皇から任命された召使が連れていくわけにいかないんで、それで日本には奴隷ができなかったわけですね。だから日本、世界で一番初めの民主主義っていうのは日本なんです。2000年前からできたんですね。次のね民主主義はどこか誰かっていうね、それは中東なんですよ。マホメットが生まれて、それで民主主義で行こうとなったわけですよ。その時は神、これ同じだな、日本と構造が同じなんだ。アラーという神様がいて、神様の下では人間は全部同列であると、ね、だからイスラム教のことは皆さんもよく知らないけど、イスラム教には坊さんがいないんですよ、うん、階級がないから。アラーの神様、あと全部、信者っていう構造ですね、うん、ですから例えばモスクっていうでしょ、こう、はい、ね、拝殿、あそこに行くとガラーンとしてて、はい、何にもなくて、うん、ただ柱だけあって、はい、ね、なんかこう手にこうでしょ、はいはい、あれはどういう構造かって言ったら日本と全く同じなんですよ。天皇陛下っていう神様が一人だけいて、それであと全部国民っていう、そういう構造にしたんですね。そうするとね、今度国を作るときにどうするかって言ったらね、選挙したんですよ。それが政党カリフ時代っつって、マホメットがお亡くなりになった後、政党カリフっていうのが4代続くんですね。最後アリーっていう人なんですけど、それはですね全く選挙なんですよ。だから、一番最初に選挙が行われた、普通選挙が行われたのはね、実はアラブなんですよ。日本は選挙する人なくてね、まあみんなで仲良くやりましょうやだったんです。だけど天皇陛下一人っていうのとアラの神一人っていうのと同じでね、その支配層ができるといけないから、支配層は一人にしといて、そしてそれで選挙をして決める。それはウマイヤ王朝つって、その政党カリフ時代が終わってから100年ぐらい続いたんですけど、それが終わってからはやっぱり、まあ、周りの国も全部そうだから、やっぱり王族が出てきて王族が支配するって、まあ、支配体系になっちゃったんですけどね。ですからまあ、だけどその伝統は非常に根強く残っておりまして、例えば男女関係でもね、皆さんはアラブの国なんつったら、女の人なんか黒い服かなんか着てて虐げられてるように見えますけど、女性参政権、近代になって女性参政権の一番早いのはトルコですからね。1937年ですね。実はフランスは1946年ですから、そこから9年も経ってるんです。だからまあ、その国家は国民のものだ、まあ、そのアラブの場合は国家っていう概念がなくて、神様は国民のものだっていうかね、まあ、だけど基本的には我々に似てるんですけど、ですからまあ、民主主義っていうのは一番最初が日本で、それから大体7世紀に、中東で国家ができた、国家っていうかそういう民主主義ができて、それでそれがヨーロッパで今度は大体1800年、ナポレオンの時代ですね。基本的にはナポレオンです。フランス革命1789年、それから続くナポレオン革命で、ナポレオン一旦皇帝になりますけども、一応ナポレオンの時に国ができますね。それでナポレオンの時に国民軍とできます。日本はもともと国民軍なんですね。で国民軍になりますとね、兵隊はすごく強いんですよ。なんでかって言ったらそれは明らかでね、何しろ国を背負ってますから。だから例えば日清戦争の時は僕言うんですけど、日本は日本国を背負って兵隊が行ったんですよ。だから戦うのは日本国のために戦ってる。ところが向こうの清国の兵隊はね、中国の兵隊じゃないんですよ。日中戦争じゃないんですよ。日清戦争、清の軍隊は清がもう滅びそうでしたから、清が滅びたら自分は清のために死ぬなんて、いや清のために死んだら翌年に清が亡くなっちゃったら何のために死ぬか分かんないじゃないですか。これがあったんですよ。だから全体的に国が軍隊が強かったのは日本とかモンゴルとか、それからイスラムとか、こういうのが強かったんですよ。なんで強かったら、いつも背景が国だからね。だからものすごく強かった。それで今度はヨーロッパがナポレオン軍ができて、ナポレオン軍が全部のヨーロッパを制覇しちゃったのはやっぱり国民軍だったんですね。ですからまあ
民主主義っていうのが一番最初にできたのは日本であり、次がイスラムでありね、政党カリフ時代ですね。それからまあ普通選挙は非常に伸びましたけども、まあ一応ヨーロッパもフランスがありましたから、1815年ぐらいには一応ヨーロッパ圏で民主主義が生まれたと言っていいでしょうね。まあ1848年って言えばですね、まあ革命はフランスが第二革命というか第三革命なんですけど、第三帝国ができて、で本格的な民主主義ができたので、まあ言ってみれば今から2000年前に日本西暦700年代に政党カリフ時代のイスラム、それから1848年にヨーロッパ型民主主義と、まあ、いうふうに考えるべきだというふうに思いますね。だから、はい、日本というのはもともと民主主義なんですよ。だから民主主義はまあ非常に悪い方に向けば、まあ、日本型民主主義の形になるわけですね。これはまあ皆さんここを聞いてる人は違うんじゃないかと思う人は随分多いと思うんですけども、それは中学校高等学校と習う歴史がね、全部ヨーロッパ流に教えるもんですから、例えば日本のその身分制っていうのは、例えば大名行列が通ると、その大名行列が通った時にこう土下座している百姓がこう話すんですよね、隣にね、まあ、あいつも今じゃあんな殿様なんつってるけど、どうせそこら辺のあんちゃんだからなっつってるのがあるわけですね。そういう意識が必ずあるのが、まあ、日本だったと、まあ、いうことになりますね。日本人が一番差別感もないしということになっているということですね。それでいいですかね、この質問。はい、うん、いい、どのような影響を受けたのかってなりますけど、今回のコロナ騒動に関してはね、日本人の心と違うんですよ。日本人は本当にこう日本人をお互いに助けようと思ってるんですよ。民主主義だからずっと。それが僕がこの前トランプ大統領の選挙の時に、トランプ大統領のスタッフの人と話をしたね。そしたら彼が言うには、日本人は2000年間の歴史があって、民主主義の歴史があって、したがって正義、日本の正義、つまり民主主義の正義っていうのが染みてるって言うんですよ。だから選挙をいい加減なことして、票をトランプって書いてある票をバイデンって書くのはいけないと思ってると。アメリカ人は違うんだって彼言ったわけですね。アメリカ人はそうじゃなくてその国という歴史もないし、民主主義という歴史もないから、民主主義の形を取ればいい、うん、形を取ればいいってことは、トランプという票をバイデンって書き換えたらそれで民主主義がいいんだっていう、そういう考え方だと、うん、それは考え方の違いなんだと。それはアメリカがね、300年も歴史が300年しかないんだからしょうがないんだってね、彼はそう言ったんですよ。だからその通りで、まあ、いわゆる1800年にできた、250年経っているヨーロッパの民主主義っていうのは、まだ民主主義、国民に民主主義というのは浸透してないんですよ、うん、だから僕は全日空に言ったんです。全日空の窓口でね、なんかプラチナの人が先だとか言ってるから、僕はその係官の人呼んで、なんかプラチナが先とか言ってるけど、あれ何ですかっつったら、いやいや、プラチナとかなんか お客さんをね先に入れてますって言うから、いや日本にはそんな風習はないって言ったけどね。だいたい JR に行ったらさ、グリーン車の方が先から先に改札するなんてありますかとね。日本はないんですよ。渡し船でも何でもね、ごちゃん乗せるんですよ、そういうやつは、公共的なものはね。だから、まあ日本こそがいわゆる民主主義の社会にいた、あらゆるところにそういうのあるわけですね。僕はいつも言うんだけど、ゴア副大統領が来て京都議定書の時に、電気を節電しなきゃいけないね、電気を節電しなきゃいけない、で節電をみんなに呼びかける、
その時に日本の、月に5000円か7000円ぐらいで一生懸命節電に努力してるご婦人が、ゴア副大統領があんなこと言って我々も協力しなきゃって言ってると。で僕は腹が立ってゴア副大統領の自宅の電話番電話、料金を調べたら、家族だけ休んでるところですよ、選挙事務所はないですよ、月30万だったわけですよ。でね、これはね、あの、なんちゅうかな、さっきのトランプ大統領の選挙と一緒にね、彼らはね、自分の家が月30万使ってんのに電気代を月5000円の主婦にね、日本の主婦に呼びかけてね、何らあの心に傷もないんです。それは奴隷使ってたんですから、うん、今でもそうですよ、奴隷使ってるわけですよ。全然民主主義というのが骨身に染みてないんだよ。だからこれ大吾さんに言ったかな、日本の商社じゃなくてメーカーの課長さんが、東南アジアのタイならタイの、ね、社長になって行く、はい、奥さんも一緒に行く、はい、メイドをね、メイドを使う、うん、そしたら奥さんはトイレ掃除は自分でやっちゃう、うん、ね、これトイレ掃除を奥さんが自分でやるっていうのはもう日本だけなんですよ、うんうん、ね、日本はもうみんな平等だから、あんな自分のうちの人が汚したトイレはね、私がやるわっていうのが奥さんだ、それが私の任務じゃないかってこういう風になってるわけだ。だからもう日本人の、あの、心に染みついてる民主主義っていうのと、うん、他のところの形式的民主主義っていうのは全然違う。だから中国が、中国共産党が中国人民民主主義人民共和国って言って、あの、民主主義共和国って言って、民主主義っていうのは形の上で民主主義になったということを言ってるんですよ、うん、中国なんか特にさ、もっとこっちだから、うんうん、あの、最近ですから民主主義になったのがね、だからまだまだ定着しないってことですね、では続いて視聴者の方からいただいたご質問に移ってまいります。言論統制の責任、上官かっこ上司の命令ということです。お二人からの質問がございます。まずはお一人目です。続けてもう一つでよろしいですか、はいはいはい、続いてはお二人目のご質問ですけれども、先日捕虜虐待などの行為はいかに上官命令といっても実行した兵士は戦犯として裁かれたという話を聞きます。今はワクチンの職場接種など会社などで上からの指示が回ってくることがあり、これに従って大きな被害が出た場合にはやはり上司だけでなく実行した者も責任を問われますかという質問ですね、うん、はい、それはもう、あの、そこにもあるように、はい、もう、あの、国際的にも、まあ、国内が、まあ、国内の裁判が今非常に乱れてるんでよくわかんないんですけど、日本国内はね、国際的にはもう決まっておりまして、人道というものは人道ですよ、人道というものは命令に従ったからつって、あの、罪を免除されることではならない、これはもう決まってるんですね。ですから一番典型的にはベトナム戦争の時にアメリカ軍の上官が、あ、ベトナムの民間人に対して兵士に撃てって言って兵士が殺したんですね。その、 あの兵士は、あの、軍法会議にかけられて有罪になりました。そしたらもちろん兵士は上官が撃てって言って、撃たなかったら自分が撃たれちゃうんだから、殺されちゃうんだから、だから俺は撃たざるを得なかったっていう理屈を述べたんだよ。そしたら裁判官すごいんですよね、あの時の判決はね、民間人を、抵抗できない民間人を殺すというのは人道の罪だとね、それは人間として犯してはいけない罪だと。人間として犯していけない罪を上官が命令されたら、あの、拒絶するんだ。そしたら、あの、被告がね、そしたら私が殺されますって言ったの。そしたらね、裁判官何つったかったの、人道から言えばあなたが死ぬのとベトナムの人が死ぬのと一人の命でどっちも同じだって、うん、ね、であなたは犯罪者でベトナムの人は何もやってないんだから犯罪者であるあなたが命を落とす方がいいって言った。これが有名な判決なんですよ。要するに非常に明らかでね、要するにまず我々は人間としてしていけないことは命令されたからやっていいっていうわけじゃない、
っていうことと、その人は本当に有罪になっちゃったんです、その兵士はね。でもう一つは、その人を殺すなんていう時は自分が死んだらどうだと、ね、自分が悪いことして人を殺すんだったらば自分が悪いんだから、自分に向かって銃口を当ててバンと死ねと、まあ、こういう判決だったわけですね。でこの判決は とんでもない、これベトナム戦争の時だけど、とんでもない判決じゃなくて全体としてはそういうふうに動いてるんですね。だからもちろん それが元で東京裁判が行われて、東京裁判はその政治的に非常に曲がったけども、だから本当はトルマン大統領が広島に原爆を落としたことで公主権にならなきゃいけなかったんだけど、それは政治的な力で歪んだんだけど、基本はねそうだったわけですよ、人道に対する罪で。我々はどんなことがあったってその それから、じゃあそういう考えは日本にはなかったかって、全然そんなことなくて、僕はいつもこれで例に出すのは、大東亜戦争の時のシンガポール攻略作戦の司令官だった山下邦文、陸軍その攻略した時は陸軍中将ですけどね、後に大将になってフィリピン方面司令官になって、そして終戦を迎えて、まあ、公使権になるわけですけどね、本当は公使権なんかしちゃいけないんですけど公使権になるわけですけど、彼が1946年に公使権になった時に遺書を書くわけですね。日本の軍隊の一番悪いところは何か、それは兵士が上官に自分の意見を述べないことだ、聞いちゃうと、上官命令だと聞いちゃう、いや上官の命令は聞くんじゃない、上官の命令と自分の意見が違ったら必ず上官には自分は意見が違うと言うべきだ、しかしそれは軍隊っていうのがあるから、それでも上官が突撃しろと言われたらそれは突撃せざるを得ない、それは組織だから、だけども上官命令だからってやってはいけない、こう書いてるわけですよ。その時の2番目の遺書が3個あるんですけど、2番目の遺書が日本の婦人は夫の命令だからってやると、これダメだと、女性もやはり自分の意思で判断して動かなきゃいけない、いやね、桃子さんはそれはそういう生活っていうか、桃子さんはもう男性がみんな桃子さんの言ってることを従うというんですからねどういうことですか私は私の意見をまあ言ってるまででね、従いとは言っておりませんけれども言ってません言っておりませんけれどもね、だけどね、それはね、桃子さん戦後70年経ってるからまだいいけど、うん、あの戦争直後に ね本当ですよ、どうしたら自分がその時にいたらそうどうしたかなってことをたびたび考えますね。そうだからね、はい、やっぱりあの山下っていう大将は偉かったんですよね、だからそういうことっていうのは、まあ、ご婦人との関係もそうだし、今のご婦人との関係なんかでも、まあ、日本はもともと男女だったら女性が上っていう概念だったんですね、女性が上っていう概念は、まあ、もちろん日本はあと神様の一番上が天照大神だったり、まあ、向こうはジュピターとかアポロとか、みんな男ですけど、日本は女性の神様一番上、でいつも言うように紫式部が小説書いたのは、女性の方が上だったから、女性は小説書けるけど男は書けないっていうね状態だった。それは日本人の考え方はどういう考え方、ほっとくと男は乱暴だし、それはスサノオミコトの話で出てくるわけですけど、勝手になっちゃうから女に権限を与えておいて男を抑制していかなきゃいけないっていうのが日本人の考え方だったわけですよ。それでそれがだんだん戦争が多くなって男性がだんだん上になってきてもね、やっぱり変わんなくて、戦国から徳川になってもね、戦いで夫が死んだ場合、夫はもう死んでるんですよね。だから夫は戦いに出たら死ぬか生きるかしか選択ができないんだけど、妻の方はその武士の奥さんの方は3つ選択ができるんですよ。そのまま自分でそのところやっていく、それから家をそのままやっていく、それから自分で別の家を作ってやる、それとも実家に帰る、それを選択できるようになってる。それでよく大名じゃなくて、それ大名ほど偉くなくて武士で夫が死んだら自分も死ぬっていうのもいたんです、その時はちゃんと遺書を書いてますよ、自分は夫と一緒に
人生を送ってきたから、うん、私も死ぬと言って死んでるのもいるわけですね。ですからそういう点ではね、日本は非常に素晴らしかったし、今の疑問はどんな時でもその人の意思なんですよ、うん、その人の意思が問われるんですよ。だからそれは波風立たないように、今桃子さん言ったように波風立たないように意思を言えばいい、うん。ではもう一度お話戻しまして、続いても視聴者の方からのご質問ということですね。分断された人間関係をどうするかということです。ということでまずは親子で分断されていますということなんですけれども、私の両親はすでにファイザーとモデルナ製ワクチンを接種しています。父がファイザーで母がモデルナで、今度2回目を受けに行くと言っています。父と母は私にコロナ予防のためにワクチンを接種してきてほしい、接種券は来たのかとせっついてきます。テレビと新聞しか情報源のない両親はワクチン陰謀論の存在など知る由もありません。私が世界中の政府は嘘をついている、人口削減と人類奴隷化目的のワクチンだと言ってもそんなこと信じない、お前はインターネットばかりやっているからおかしいと私の言うことなど一切信じてくれません。さてどうしたものでしょうかということで、この方だけではなく親子、夫婦、知人などとの間で話が噛み合わないだけでなく関係が損なわれてきているという方のお声を多数いただいております。今回のコロナ騒動で壊れかけた人間関係や地域について、騒動が終わった頃にどう向き合っていけばいいのか、そんなお悩みをお持ちの方も多いということですね。はい、そうですね。それで僕が回答するのは何を回答するんですかね。どのようにしたらいいかということですね。この分断された人間関係を、ね、はい、そのお父さんとお母さんに説得するのはなかなか難しいんですが、はい、今までのね、我々はね、はい、まだ貴族社会にいるんですよ。特にヨーロッパが入ってきたから、うん、日本はそうじゃなかったんですよ。天皇陛下のもとにみんな一緒だったからよかったんだけど、そのヨーロッパが入ってきて、ヨーロッパはね、これ映る？映らないか、あ、映るか、あのね、ヨーロッパはね、言論の自由が大切だって言うんですよ。言論の自由が大切だっていうのは貴族社会なんですよ、ね、あのヨーロッパは貴族社会だから。なんで言論の自由が大切かって言ったら、言論ができるのは貴族だけなんですよ。だって今だったら NHK と朝日新聞ですよ、あれ貴族だからね。だから言論の自由、これは貴族とか NHK がこれ言論の自由なんです。だけど民主主義、日本のような民主主義ではね、何が大切かって言ったら庶民の自由なんですよ。庶民の自由、庶民の自由は言論の自由から影響を受けて判断の自由が失われちゃいけないんです。だから判断の自由を失わないような言論の自由じゃしかないんですね。と、うん、いうことはどういうことか、これが放送法第4条で、必ず自分が A という意見を言うときには反対の D という意見を言いなさいよっていうのは法律で決まってるわけですね。それを今 NHK も朝日新聞も全部無視して、なんで無視してるかって言ったら、彼らは貴族だから言う方の自由だけを言ってるわけですよ。だからほら、あのあったじゃないですか、なんかあのなんだ、いやらしいおじさんがいてさ、あのテレビ界によく出てくるあの、朝まで生テレビのおじさんとか、はいはいはい、それからなんかあの都知事に出たなんかイケメンのおじさん、イケメンのおじさん、なんつったかな、なんつった田原総一郎さんは一人ね、朝まで生テレビっていうかやってる方は、はい、それであのもう一人は鳥越さん、うん、鳥越さん、はいはいはい、鳥越さんなんかあって、あの時に7人ぐらい私は怒ってますね、うん、
それで私は怒ってますって、怒ってるのはね、言論の自由が制限されたからだと。だけどあの人たちは常にね、庶民の判断の自由を奪ってるわけですよ、はい、で判断の自由を奪ってる、要するにその判断っていうのは、それこそが我々の頭が洗脳される、それを利用したのがヒットラーなんですよ、ね、ヒットラー、NHK ね、みんな同じなんですよ。あの田原総一郎、うん、田原総一郎個人だからあんまり言いたくないんだけど、はい、ヒットラーね、それから何 NHK、まあ、田原総一郎偉い人だからまあ書いていいかね、田原さん、これ全部一緒ですね。つまりこれね、恐ろしいことなんですよ。まさか NHK 自分がヒットラーと思ってないんですよ。田原さんもおそらく思ってないんですよ。だけどもヒットラーって何をやったかったら、あの当時ドイツ人はものすごく苦しんでたわけですよ。ワイマール憲法があって、ここでもうものすごい巨大なる賠償金取られてもうどうにもならない。100年働けば元に戻るって、いや100年も俺生きてないよと、そういうんだったわけです。そこにヒットラーが出てきて、こういうことでやれば、後から考えればナチス党を作ってね、全ヨーロッパを占領して全部俺たちが死ねば、俺もその後全ベルリンでの地下壕で死ぬから、みんな一緒に死のうって言ったのがヒットラーですよ。そういう情報しか与えない。今の NHK はそうですね。ワクチンを打てばみんなコロナにかかんないんだ、そのうち嘘だって分かってくると重症化を防ぐんだって、だましながら行く、まあ、田原さんはそうかどうか分かんないけど、だから言論の自由を持ってる人は、それで人の頭の自由を阻害しちゃいけない。この分断された人間関係っていうのは、現在の日本にいるヒットラーによって日本人の心が分断されてしまったってことなんですよ、ね。で僕は自分のことをカバーするわけじゃないけど、その自分のこと言うと少子だけども、僕が言いたいのは、私が言ってたことは何かったら、ワクチンについてはワクチンの欠点も良いところも全部言って、そして国民が自分で判断できるようにしなきゃいけない、うん、それによって分断された人間関係を作らないってことですよ、うん、それが非常に重要だと。それはまあ日本の伝統でもあるということですね、はい、で続いてはこちらの野悩みということです。はい、失った時間の取り戻し方ということで、視聴者の方からですけれども、武田先生こんにちは。私はひばりクラブなどを聞いて暗い話題に振り回されず、必要なこと楽しいことに時間をかけようと思うようになってきました。さあこれからこの騒動で失った2年近くの時間を取り戻そうと思ってみたものの、失った時間を取り戻すとは一体どうすることなのかよく分からなくなっています。例えば旅行スケジュールをぎっしり詰め込んだりとか、何かを焦って2年分やろうとするということでもない気がします。失った時間を取り戻すとはどうすることだと先生はお考えになりますかということですね、はい、私がね、あるメンバーとね、はい、幸せ砂時計ってやってるんですよ、はい、あれなんでね、去年のね夏頃から始めたのはね、これなんですよ、うん、要するにね、我々人間の行動、毎日の行動のね8割ぐらいはね悲観的な行動してるんですよ、うん、ね、幸福に向かってやればいいのに、幸福に向かって使った時間だけは有効なんです、うん、で、まあ、当たり前だけど不幸に向かって使った時間はね失われた時間なんですよ、うん、ね、だけどまあ普段はそんなこと言わないと、言ってたんだけど、どうもこれ問題だなとでそうするとやっぱりここで幸せ砂時計やって、これで人間にとって幸せとは何か、うん、ね、幸せな人生の時間の使い方とは何かということが分からないとダメなわけですよ、うんうん、ここにもね、せっかく結婚しても離婚してる人がいるわけで、ね、またですかその話そうするとね、そうさ、あの不幸になるための時間を使ったのが結構多く、うん、そういうふうに判断されてるってことですね、いや先生は、ま、違う違う、毎日毎日笑い顔で、うん、みんなで家族でやってで来る結婚生活と、うんうん、まあ最終的に離婚になる生活ったら、やっぱりね離婚になる生活の方がね時間半分は無駄かもしれないです、ね、それでそれはどうしてかっていうと、幸福といったら何なんだっていうことが分かんないってことです、うん、あのちょっとこれはね幸せ砂時計に入ってもらった方がいいんですが、うん、ちょっとせっかくだからね、はい、幸せ砂時計、幸福は4階建てっつって昔からいろんな理屈がもうものすごくいろいろあるんですけど一応あってですね、うん、
1階っていうのが皆さんもあんまり到達してない世界、ああ満足だなっていうのが1階ですね、はい、2階っていうのはすごく満足なんだけど、実はその裏に壊れる要素がある満足っていうのがあるんですね、うん、それが2階なんですね、はい、だから2階の人っていうのは、幸福に思うけども、ある時にあ、俺の幸福ってなんかこう張り子の虎だったってことが分かるような幸福ですね、うん、はい、3階はその幸福が崩れない幸福なんですね、うん、はい、で4階はちょっと僕今言いたくないんですけど、うん、4階はもっと上の幸福なんです、うん、で今ずっとこう4階建ての入るずっとルートをやってるんですけどね、1年経ってね、だいたい1階の入り口ぐらいまでは皆さんが来ましたね、うん、で1階の入り口ぐらいっていうのはどういう議論があるかっていうとですね、ちょっとだけ今日紹介しますとね、人間って変なもんでね、うん、月30万の給料だとね、うん、ものすごく不思議なんですけどね、うん、30万の給料で40万になったらいいなと思うんですよ、うん、ね、うん、その時に20万になったらどうかとは考えないんですよ、うん、人間ってねもう一方向なんです、うん、はい、ね、40万になったらいいなって、いや何がいいのっつったらねなんか今は、500円の飯食ってるけど700円になるとかね、うん、それからあなただったら着物がどうとか、はい、そうなってね、うん、そうするとね、その結果例えばずっといくとねまあこれは今初歩だから皆さんそんなこと分かってるよって言うと思うけども、今初歩の話だ、うん、そうするとね、人間の欲望に際限がないんですよ、うん、それなぜ際限がないかと、うん、30万の時は40万を目指すんですよ、うん、40万の時は50万を目指すんですよ、決して30万の時に3億円目指さないし、うん、30万の時に10万目指したりもしないんですよ、うん、一方向なんですよ、傾きも決まってるんですよ、だからね、もう人間っていうのはこれしか分かんないんですよ、うん、でね、じゃあ僕はこう聞くわけですよ、あなたなんでミミズじゃないの、ミミズ、うん、ミミズ、ミミズ、うん、はい、ミミズって言うんですよ、30万から40万の給料がいいって言うと、あなたなんでミミズじゃないのって言うとね、人間は現状からどうかしか考えられない、うんうん、はい、ミミズだったらさ、人間で30万って上等でしょ、うん、だけどそれはダメなんだね、うん、でそれでずっと普通行くんですよ、そうすると必ず一生は不幸なんです、うん、というのはこう30万が40万40万が50万50万が60万ってこうなるから、30万の時とその人が60万になった時と幸福度が一緒なんですよ、うん、同じ不満持ってるわけ、同じ不満を持って、うん、同じ努力をして、そしてただその場所がね、30万の時はもっとなんか田舎で、40万の時は四季で、50万の時は池袋になってそれで60万の時はなんか何もう少しで新宿どの子、うん、そういうふうになるだけでね、うん、その人の満足度とかで全然変わんないんですよね、うん、でこれに対してはまあ僕は今のところはまあその僕独自じゃなくて公共的というか、みんながこれまでの哲学だとか幸福論がお釈迦様とかその言ってきたことをそのまま言ってるんですが、そうなるとね、満足感が得られないんです。その時に満足感を何で得られるかって言ったらね、他人のことをすることなんですよ。それで一発解決なんですよ。本当はね、30万が40万になることよりか、30万40万使ってもいいし、30万のままでもいいんだけども、自分の行動の一部を他人のために使うってことです、うん、これが一番早道なんです、一番早道なんですね、はい、うん、それでそうするとですね、死ぬ時に満足感で死ねるっていうのはもうこれほぼ証明されている、うん、だからお母さんっていうのが、うん、今日は天皇陛下の話もしましたけど、日本人は死ぬ時に2人の名前しか思い浮かばないんですよ、うん、天皇陛下万歳とお母さんありがとう、これは何を言ってるかって言ったらね、天皇陛下は国民全体の健康と幸福を祈ってるわけ。だからありがとう。うん、でお母さんは三百、お母さんという職業みたいにすごい職業ってないんですよ。うん、365日24時間休憩なしでやると。多少昼寝はしますけどね。昼寝はするけどさ、昼寝もさ、なんか規定で昼寝するんじゃなくて、うん、で赤ちゃんのおしめ変えなくていい時に昼寝する。ああ、そういうことですね。ね、すごいもんですよ。うん、だから本当は全員がお母さんの行動をすれば、死ぬ時にみんなが自分その人を感謝してくれるってことです、うん、だからお母さんってもあるわけですよ、はい、
365日休みなし時間なしで働き続けてる、うん、それで不満を持ってない職業なんですかってお母さん。確かにだからもう危険なものがあるので、うん、そのいかにしてお母さんに近づくかということがまあ難しいんだけど、それにはまあいろんなヘリクスがありますよ、はい、どのくらい損してもいいのかとか、うん、じゃあ これは先生そんなこと言ったらこれはお母さん僕は全部のお母さんじゃないからこんなことできないっていろいろあるから、うん、それをやっぱ解きほぐしてそしてやるってことですね、うん、一気に飛び離れて、うん、この人のために言いますとね、うん、一気に飛び離れてこの人に3回ぐらいのことを言うとね3回、うんはい、僕見たら分かるんですよ、ね、痛風でもね痛風でも上機嫌ってことなんです、はい、痛風で上機嫌という状態を作るっていうのはなかなか難しくてね、うんうん、だいたい痛風だとみんな不機嫌になってね特にねあの親父が痛風だとね今日はお父さん痛風で痛がってるからあんまり刺激しない方がいいやとこうなるでしょ痛風でねだから痛風でビールを飲んで上機嫌とこれが大切なんですなかなかの大変な大変修行ですねそうだからね僕は痛風でビール用語つってるのはね、はい、本当はビールがいいと思ってんじゃないんですよ、はい、だけども痛風でビールを飲んじゃいけないかどうかをビリビリしてるようでは人生は幸福にならないってことなんですよ、ね、ああ俺痛風で痛くてしょうがないこんな腫れてるからじゃあビールでも飲もうかとそれで痛くてしょうがないのに上機嫌でいるっていう、うん、これが大切なんです、うん、なかなかその修行は難しい旅はまだ続くっていういや難しくないだから僕はその幸せ砂時計に入ってもらって、はい、であのまあその幸せ砂時計は小崎さん女子がやってるんだけどその人がものすごくまたねもうものすごい計画好きの人なんですよ、うんはい、それでねだからあの僕の話を聞く僕と質疑応答するあの村民って村民同士で話す、はい、一杯飲んでとかっていろいろ企画してるんですよ、まあ、確かにそうじゃないとね、うん、幸福なんていうのはうまくこういかないかもしれないね、うんまあ、みんなまあ NHK かなんかのこうこういうふうに人生を送るんだとか、うん、成績は良くなきゃいけないとか、うん、こうザーッと頭の中にほら洗脳されちゃってるでしょ、はい、そうですね、うんうんはい、では続いても視聴者の方からのその他の質問ということでこちらの内容です、はい円収率62兆8000億桁計算ということで世界記録更新スイス研究チームという話題です。スイスの研究チームは8月16日スーパーコンピューター1台を使って円周率を62兆8000億桁まで計算し世界記録を更新したと発表しました。計算には108日と9時間かかったそうです。これに関連する視聴者の方からの質問ということになります。円周率が延々計算されているということはどこかでぴったり終わるというか割り切れるわけではないということですよね。今の精密な工業製品などでももしかしたら円周率が必要なものがあるかもしれませんが、だいたい何桁ぐらいまで合わせておけば支障ないのでしょうか。例えば新幹線の車輪を作るのに何桁までの円周率があれば問題ないのでしょうか。また私たち一般の人は円周率についてどのくらい知っておけばいいのでしょうかという内容です。6桁ね、3.141592 そこまで、うん、はい、3.141592 を知っておけばどんな精密な機械もできます。うん、はい、だからこんな円周率62兆なんてはね、うん、全くの無駄全部金返してもらいたいですようん、だから新幹線のね、あ、確かにいいあれでね、新幹線のね一番危ないのはね、はい、車軸が速すぎる。あれ車軸、はい、あれね、今度ねあの皆さんがね新幹線乗ってね、うん、小玉ぐらいしか止まらない駅に行ったらね、その前をのぞみがバーッと通りますから、はい、その時下をよく見てたらね分かりますよ、うんうん、あれね鉄鋼がね耐えられる速度を超えてますよ、あれ僕の感じだと。だからちょっとでもねなんか鋳造するときにこの、はい、ちっちゃなね見えないぐらいのね、うん、空間が開くんですよ、ボイドつって、はい、じゃそこからビーンっていきますよ。だから僕はやがてね新幹線はね一旦車軸が飛んでね大きな事故になるんじゃないかと思って心配してますよ、うん、あれすごいあの力ですからね、うん、車体がでかいしね、うん、だけど今の機械で言います。だからこれね、これ一つはね計算機でコンピューターって実にくだらないんですよ、うん、コンピューターってね皆さんコンピューターで何か新しいことが分かると思ってますけどね、あのコンピューターって新しいこと起こんないですよ。ここに人がいて式があってこれで計算したら答えね。
コンピューターって実にくだらなくてね、人がいて式をあって、式を入れてコンピューターに計算させると答えが出てくるんですよ。で、コンピューターは何か考えてるかというとね、この計算途中全く考えてません。与えられた式で、あとは式の乗数で計算してるだけです。それで答えが出ます。だからこれを騙しに使うんですよ。例えば、1972年のメドウスの地球方程式、地球方程式を MI マサチューセッツ工科大学の教授が、ね、ちゃんと役所が役所が揃ってるんですよ。アメリカの一番優れた理工系の大学の教授が地球方程式というおどろおどろしい名前のものを解いて、 IBM の当時一番最高クラスの IBM の計算をしたら、人間の成長には限界があるという、成長の限界を導いたと。成長の限界ね、こういう説明をするんですよ。そうするとマサチューセッツ工科大学の人が地球方程式を使って、 IBM のコンピューターを使って答えを出して、成長の限界があるってことが分かった、こんなのはこの人に、これ計算する前にこの人に聞きゃいいんです。だってもう式を入れたらそうなるの、ね、ところが普通の人はこれ騙されるのは、普通の人は計算間違いするんですよ、ね、だから自分は計算間違いするとか複雑な式を計算することができないと思ってるから、コンピューターって言ったら騙されちゃうんです。コンピューター何にもやってないんですよ、これ。ね。で、コンピューターで計算したものが間違いがある可能性があるやつをどうして防ぐかって、僕が一回論文出したことあるんですよね。正しい式とか間違った式とかいっぱいこれを計算式させて、その答えを検討することによって、この最初の式の間違いを明らかにするっていう論文を書いたことあるんだけど、ポンコツ学会の審査員がさ、この論文は何書いてあるか分かんないとか言われたんだけど、だから要するにね、そのコンピューターっていうのはいつもごまかされるわけですよ。なんかあのコロナウイルスがね、マスクから出るか出ないか、なんか富岳とかなんかいうえらい早いコンピューターで、で僕がそれを見たらね、唾がしけってるかしけってないか、その唾がどのぐらいの速度でマスクを乾燥するか、入ってないんだから、だからいくら計算が正しくたって式が間違ってるためなんですよ。地球温暖化なんか、温暖化なんか全然そうで、その僕が一回その名古屋大学で説明を受けて、こうやって見ててね、発表会で海とね、どうも海と空気が温まった時に海とどのくらい熱交換するかと思って、そこのところ聞いたんですよ。あ、海波立ってる時もあるしね、いろいろあるから、そこの係数とか式はどうなってるんですかって、目の子で入れてるって言って、目の子ってのはそのままヒュッと、何の役にも立たないんですよ。だからまあこの際ちょうどこのね、あの本当の話でコンピューターで計算したっていうのは、何をコンピューターに計算したの、その前でやった人は誰なのか、この成長の限界が導かれたのは、このメドウスっていう教授がコンピューターの専門家で、農業も資源も何も分かんないから、あの環境も、だからただその時の状態を入れただけだから、それは限界きますよ。人間はね、平安時代の時に生きた時にね、あの飛行機が飛ばせるかなんて計算してるのは一緒ですから、そういうことですね、はい、じゃ続いてはこちらの話題です。スイスも無駄なことするね、はい、ご機嫌のことということです。先ほども少し先生ご機嫌の話がね、痛風ということ出ましたけれども、風邪でも痛風でもそれと機嫌とは関係ないという考え方、これを身近な人にも教えようと思うのですが、その人の機嫌が良い時でないと話せないという妙なことになっています。しかし機嫌のコントロールも自己管理の一つだと思いますので、上司やリーダーにも欠かせない資質ではないかと思います、ところで私の経験から見て、もちろん人にもよりますが、女性は男性に比べご機嫌に変化が多いように感じています、身近では機嫌が悪いということを理由に怒られたりすることもあって理不尽も感じます、機嫌について男女で差異はあるのでしょうか、あるとすれば何が原因でしょうか、原因もさることながら対策もできれば教えてくださいということですね。男性はね、あのずっと狩りで一人でやってるでしょ、あのこう狐を狩るとか、自分でね機嫌をコントロールすることができるわけですよ、ね、だからいいんだけど、女性はねもともと集団で生きてますから、あの男性が狩りに出てる時にもともとみんなでぺちゃくちゃ喋りながら料理作るとか、そういう生活したらね、女性は簡単ですよ、
ごますればいいんですよ。じゃんじゃん、あ今日は美人だね、お化粧うまく、すごくこの頃痩せてスタイルが良くなったじゃん、あなたの判断正しいね、いや子育てに関する次から次へと出ますね。使い慣れてる感じですよね。これしょうがないんだ。なるほど、なるほど、ね、そう、うんうんうん、そうすると女性は大体は機嫌がいいんですよ。あら、女性に批判なんかしたら大変ですよ。もうね、女性っていうのは批判には一番敏感ですから。あ、ね、はい、もう自分が攻撃されてると思ったらもう、うん、バーンと溶け出しますから。なるほどね、虫の居所というね、虫の居所っていうか僕はどんなに機嫌のいい女性でも批判したらバッと悪くなりますよ、その瞬間。あ、そうですか。もう常にあなたの正しい、あなたの正しいって言っとかないといけない。そうから簡単なんです。なるほどね、はい、男はね、はい、やっぱり男はやっぱり僕はいつも言ってることなんですよ、もうね、あなたは生きてる価値、自分が生きてる価値がないと思うことなんですよ、うん、ね、うん、生きてる価値があると思うと傲慢になってね、それであのもうすごく社長なんかだって機嫌が悪くなる、うん、社長にもあなたは生きてる価値ないんですよ、いいんですかそんなに不満持ってってでもあえて私がここでアドバイスをするんであればですね、そう、桃子さんから意見聞きたいね、はい、やっぱり先生のように使い慣れて何の違和感もないように言っていただく分には、あの多分他の女性の方もみんないい気持ちだと思うんですけども、いやこの人を勉強してきて言われたからってやってるなっていうのが見えちゃった瞬間ダメだと思いますね。結構倍増すると思いますね。大体ね、女性ってね、そういうに勘ぐるんですよ。表面を取るんじゃなくてね、この人はこう言ってるけど実は中でこうだってね、これは女性の特徴だからね、かなり察知する能力は強いと思いますね。まあ本能的なものもあるのかもしれませんけれどもね、はい、そういうふうにあの気をつけなきゃならないところが多いんでしょうね、僕なんか、まあ、相手の言ったことをそのまま受け取って、うん、相手が変だったらもうそれで損しても捨ててればいいっていうふうには、うん、割とちょっと違いますからね、うん、あとやっぱりそうやって機嫌が悪い時に怒られちゃったなってもしも感じた時にですね、やっぱりこの、あ、相手の方がちょっとこう虫の居所が悪かったなって軽く受け止めていただけるだけで、次の時に会った時には変わってる場合もありますからね、女性コロコロ変わってるんでね、はい、あまり深く考えないのがいいと思います。はい、まあ、あのこの件に関しては桃子さんのが有効なアドバイスができると思いますからね。、はい、では続いてのお話移りますね。続いてはですねこちらです。あ、テーマはおしまいということでした。おしまい、はい、ちょっと面白い話があったのでちょっと読みたかったんですけど、今日はもうタイムオーバーということでございます。タイムオーバーですか、はい、ということで今回は、一般の方からいただいているご質問を中心にお届けしたということになりますね。はい、ということで次回の番組のご紹介になります。次回の放送は9月24日の金曜日の午後7時から、友達 TV から同じようにお届けするということになります。今日は何か先生、10月かなんかにツアーがありましたでしょ。あ、そうでした、そうでした。もう9月20何日なんていうともう10月のツアーがすぐ、そうですね、間近ってことですね。間近ということになりますね。その時にはね、もう少し気候もね良くなって、素晴らしい景色なんか見られるといいかなと思います、ね。まあコロナが終わってね、はい、まあ、随分皆さんも閉じこもってたでしょうから、はい、まあ、人間はもう閉じこもってるとね、うん、全然あの健康も害するし、そうですね、やっぱり心身ともの健康にということでね、まあ、僕なんかちょっと外に出過ぎてるっていう感じがあるんですけど、はい、それまで皆さん健康管理ね十分に気をつけてお過ごしくださいということで、以上をもちまして武田邦彦の本当の話、今日はここまででございます。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。先生、今回もありがとうございました。どうも失礼いたします。